式呼吸やりすぎるとおならが出ます。はじめまして。こんにちは。今月から始まりましたスマイルフェイスミュージックラボ、今月から毎週月曜日ね、先生午後1時から、放送してまいります、はい、スマイルフェイスミュージックラボの先生人吉のび太先生、やっほー、はいはいはい、元気がいいな、私サリーでお送りしてまいります。今日先生すごい台風でしたよね。ね、来るのに本当どうしようかなと思ったもん。ね、でも今ピーカン、ピーカン、お天気暑い。いやもうなんてありがたいんでしょう。お客様の足には助かったわ、ね、本当にありがとうございます。こんなにいっぱいのお客さん、こんなにいっぱい、うん、こんなにいっぱいお客様にちょっと存在をこう出してもらいましょう。声いっぱいやからね。ありがとうございます、はい、先生スマイルフェイスミュージックラボっていうね、この番組、どういう番組かというと、はい、うん、スマイルフェイスの生徒さんにこう参加していただく番組なんですね。そうそうそう、もう自動的に、強制的に、強制的にここ、ね、歌ってもらう。そう、もう今日ここに来た生徒さんは必ず歌うという段取りになってますね。もうそれ で、実体験をしてもらう、うん、テレビやから ね、そうね、テレビ難しいから。そうなんだよね。今日台風の初回放送、台風だったじゃないですか、うん、で台風といえば、うん、初回放送、そう、あのマナ弟子のガクさんがもう、うん、爆弾低気圧の初回放送でしたからね。そうなんや。でもガクさんはこのワロップの開局以来ずっと続いてる長寿番組ですから ね、人気の、うんうん、だから私たちもそれにあやかって、そうやね、頑張って続けられるだけ続けるっていう形で ね、頑張って楽しくやっていきたいですね、うん、頑張りましょうね、はい、はい、あの皆さんに、あの生徒さんに参加していただきながら、まあ、音楽の楽しさとそれから歌うことの楽しさをお届けできたらいいなと思っています、はい、はい、今日のラインナップ、この後は、先生のミニライブ、それからワンポイントボーカルレッスン、はい、それから生徒さんゲストは山崎純一郎さんです。それではどうぞ最後までお楽しみに。よろしくお願いします。よろしく。よっほー。 CM です。スマイルフェイスミュージックラボです。いや、なんかオープニング先生あっという間でしたね。あっという間やね。なんか今お外ううとか言ってるけど、ね、大丈夫かな、まあ、今日台風やからね、台風だったから木が倒れたり電線が切れたりいろいろあったから、そうそう、本当に何事もないといいんですけどね。無事に着いてよかったよ、本当に、うん、本当にもう来る時はすんごかったからね、アウトやと思ったもん、マジで今日は、ね、大変やったな先生。台風の勢いで、ね、嵐の勢いで、はい、私校長ということで頑張っていきましょうかね。頑張りましょう、はいはい、このコーナーはですね、あの先生がね、うん、毎月今月の歌として選んだ曲を、まあ、月4回とか5回あるから4回か5回歌うってことですね、うん、それで皆さんに覚えていただいて、うん、皆さんにも一緒に歌っていただけたらいいなと思うんですよね、はい、そして今月の歌が、はい、僕の代表曲ですね。代表曲、愛しの霜降り、愛しの霜降り。やっぱりこれからやらないとダメでしょう。うん、やっぱり先生ライブでは必ず歌うし、みんな歌ってほしいと思ってるんだよね、これね。もうね、ファンがいるんですよ、霜降りの、はい、僕の、霜降りを勝手に詞を変えて、歌ってしまう輩が
いるんですよ。いるいるいる。でそれもここで放送してしまうっていう輩がいるんですよね。ガクっていう輩ですけどね。あいつ知らんうちに、ね、でそっちの種の方がいいという。すんごく先生 の, あの曲に合ってるの。ちきしょう。あの曲絶対ね、あのなんていうの、恋の歌でしょうね。恋の歌なんですよ。あ、いやいや、もちろん、僕は生肉好きやから、それの恋してる歌が。お肉に恋の歌。そうそうそう。あ、でもガクさんのね、ラブソング超素敵。先生、ガクさん呼んでよ。そう、呼ぶよ、もう呼ぶよ。ガクさんにそれ歌ってもらいたい。が、え？ダメ？いやいや、いいよいいよ、よし、わかった、うん、ガクちゃん、今度出てお願いしますよ。ガクさんも出てください。どこだ、カメラ出て頼みます、頼みますよ。本当にあの歌とっても素敵なんだもん。そうそうそう、だからガクの詩もいいし、あと僕の生徒さんも、そう、生徒も作ってくれてるの、うん、ね、俺もいいね。で YouTube に上がってて、先生の歌よりもすごい数回転してるという。そうそうそう、ね、あっという間に抜かれてしまってね。ひどい生徒。先生、この番組で愛しの霜降り広めよう。うん、もう、ぜひこれを今月の歌として、はい、広めますので、ぜひ覚えてくださいね。すぐ覚えますから、はいはいはい、では今月の歌、愛しの霜降り。悲しい時にはいつもそばにいる、とても辛い時は君の夢を見る。赤身と白い油、とても綺麗だね。あなたのその姿は僕を勇気づける。霜降り、僕の大好きなお肉、霜降り、霜降り、いつまでもそばにいてね。今日は皆さんにおいしい食べ方を教えるから、ちゃんと覚えて帰ってね。それは生で食べるのよ。皆さんご一緒に、霜降り、霜降り、僕の大好きなお肉、霜降り、霜降り、いつまでもそばにいてね。ありがとうございます。いつまでもそばに。どうもありがとうございました。愛しの霜降りでした。はい、今月の歌、愛しの霜降りでした。皆さん覚えてくださいね。サビの部分とかね、もうだいぶライブでも皆さん歌ってくださってますよね。そうですね、もうあの来てくださったお客さん全部一緒に歌いますね、うん、特にね、あの小さいお子さんとかこの歌好きなんですって、うん、私のお友達のお子さんもね、すごいこうやって口ずさんでるって言ってたから。ほんまに、うん、いいのかね、それ、うん、お肉のおじちゃん、うん、でもこれ紅白出たら、うん、先生、ね、夢はでかいな。あのね、無理なところがあるのよ、一箇所。生で食べるのようがね、あ、一応ダメになったから。だからレアで食べるのようにしようかな。ちょっと私ここで言っちゃうかな、うん、ガクさんがね、ガクさんがね、うん、あの少し炙るのよって言ってた。お、炙り、そう、炙りね。そう、ナイス、ガクさん、ガチ、私ガクさん大好きなのかな。もうなんかナイスってその時思っちゃったね。愛の告白してどうすんのよ、ここで。どうすんの本当に。どうすんの知ってしまうよ、ガクちゃんが。ガクさん大先輩。
大先輩ですね。次々次のコーナー行かないといけないです。次は、のび太先生のワンポイントボーカルレッスンのコーナーです。じゃあ今日はどうぞ、じゃあトムちゃん来てください。おーよー、イエー、今日大飛び入り、超飛び入り、超飛び入り、しかも今日腹式呼吸なんか出しちゃうっていう感じ。序盤でいやいや、いやそれはね、あのだから頑張った時にピュッと出るだけやから、おならだけ違うよ、ひょっとしたら全部まだね、お昼食べてる人いるかもしれないからね。先生早くレッスンに入ってください。はいはい、あの腹式呼吸っていうのは、まあ、あの理論的にはこう鼻から息吸ってお腹を痛めて、お腹をパンパンにしてピュッてやったらドカンと出るという、そういう簡単な方法なんですけども、あの理論で考えてもしょうがないんで、もう一番簡単な方法を今から言いますので、怒るときってどうやって怒りますか？無言ですね。無言、無言。この展開はちょっと、どうすればいいの？無言の人、そう、無言で、そうですか。今までいろんな方いらっしゃるんですよ。だから関東の人だったらバカ野郎とか、で僕は大阪なんでこのボケなすとか言うんですけど、そういう段取りでいかないとあのことが進まないんですよね。それが無音だと何の発声練習もならないんですけど、腹式呼吸、腹式呼吸を使って無音ってどういうことですか、それできんのかな、それ。あ、そういうのもできんのかな。あのもう関東の方でしょ。そうですね。じゃあもう決めます。バカバカバカな、このバカのバって出す時ってクッてお腹に力入るでしょ、はい、そのこのとバカの間に空気を入れて、でそれを出すっていう、それで腹式呼吸ができますので、はい、やってみましょう。せーの、このとバカの間、そう、このバカ野郎の、あ、そういう意味ね。はい、やってみましょうか。はい、はい、このバカ野郎。おお、それ腹式、それ腹式呼吸で、ちょっとあの音程入れようかな。それでバッ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 って打っててくれる。はい、せーの、バッ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 。ちょっと音程違うけど。トムちゃん頑張れ。すいません、僕の生徒なんですけど、今ね、僕の生徒こんなんばっかり聞かれる。先生誰？いつも上手やだけど、ものすごくね、ちょっと今上がってるよな。違う違う、今番組的に面白くしてくれてるの。あー、そうかそうか。じゃあ行くよ。バッ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 。トゥースリー。このこの相当嫌いな人おるやろ。強力にバッっていうのがね、いつものレッスンの時よりも気合い入ってすごいね。やっぱりいや最近のことを思い出した。最近のこと何かあったかと思っちゃう。お芝居やってるんですよね。ね、そうね、トムちゃん名義なの。いやいや、その嫌いな人がおんのかな。いるのかもしれない。ああ、もうすぐ CM、はい、CM 中もレッスンが続きます。腹式呼吸でした。腹式呼吸、はい、スマイルフェイスミュージックラボです。
CM 中もレッスンでした腹式呼吸でいやともちゃんありがとう ねどうもありがとうね、うん、途中でプッて出したよね出したよ ね, ありがとうね出しちゃったねCM 中でよかったよかった、はい、さて続きましては生徒さんゲストの山崎純一郎さんをお迎えしていますよろしくお願いします山崎さんはね、僕のライブ南アウェイをやったあのライブ漫才でやった ね、うん、その時にも歌ってもらったんですよそう、あの時の曲はねひまわりあれよかったなよかったのよあのねあのレッスンをしてるんですけどもそのレッスン中に初めて歌った時に、うん、感極まって2人で泣いたからね本当になんか2人で感動しててなんかスタジオから出てきましたよねそうそうそうもうボロボロになってどうしたの何があったのって私思ったら感極まってる両方とも泣いてしまってあの決してこれじゃないからねそこまで言ってないけどねそうかもうすごい、もういい歌歌うのよ、うん、本当にで私ちらっと聞かせていただいたじゃないですか、うんうんうん、で私山崎さんが役者さんとして活躍してる部分も知ってるんですよ、うんうん、ああそこそこでねあの、うん、一緒にそのスタジオにいたお友達と一緒に聞いたら、うん、その方も山崎さんの俳優さんとしてのやっぱりお姿知ってて、うん、山崎さんには申し訳ないんだけれども歌の方がいいんじゃないかっていういやあのね歌すごいよあのまだあの習い始めてそんなに時間は経ってないんだけど、うん でもねあの表現の仕方がねやっぱり歌えるものがある役者さんって全然違うのねうんそんなハードルあんまり上げないです今のうちにハードルガーンと上がってて高くなってますよ今すごい高くなってますよじゃあまず先生歌っていただきましょうかねそうやね、はい、じゃあ、心を込めて演奏させていただきます、はい、この前のマンダラの時はひまわり歌っていただいたんですが今日はですね、チャゲ&アスカの男と女を歌っていただきますそれではどうぞ、はいはい、誰もが一度引き返す道二人でここまで歩いてきたのにあなたの心が足を取られて冬の坂道転がり始めた楽しみあなたのさよなら背中で涙を隠す私あなたの愛はもっとぬくもりをもっと溢れるほどにあなたの愛をもっと曇りをもっと感じていたかった言葉一つにうなずいたのはあなたが望む別れだから男は女、女は男あなたを信じてささやかな夢積み上げたのは女の私幸せだったと最後に言わせて せめてさよならは飾って
たの愛はもっとぬくもりをもっと溢れるほどに、あなたの愛をもっとぬくもりをもっと感じていたかった、あなたの愛をもっとぬくもりをもっと溢れるほどに、あなたの愛をもっとぬくもりをもっと感じていたかった。心の支えはいつの時代も男は女、女は男。すごいね。やっぱね、ちょっとずっこいよ。本当に。あのね、モニター見ながらちょっとあの弾いてたんですけど、先生カメラ写りがね全然先生と違う。うるさいわ。いや、あのそれはね、しし確かにね、言い過ぎやで、それちょっと失礼しました。あのね、パーツはね全然違うのよ、うん、やっぱりもうこのピチッとした二重、僕一重やし、こう鼻がスラッと伸びた鼻、僕だんごっぱね、まあにね、口だけは同じかな。まあ違うのは目の大きさ。でもね、歌ってる表情もすごくね、なんか良かった。そうやね、もうカメラ写りが全然違うと思って。そう、ね、うん、俺あの表情ないもん。うるさいわ。そんなことないけどね、うん、で山崎さんはこの歌を今度先生発表会で歌われる候補にしてるんですよね。そう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 、うん、発表会先生いつでしたっけ、ね、11月の30日ですね、うんうんうん、ちょっと千葉の鎌ヶ谷でやりますけれども、うんうん、はい、あのぜひ、はい、ね、この歌でさらに仕上がるところを楽しみですよね。これはちょっとね、あのファンできるよ、もういらっしゃると思いますけど、ね、山ちゃんファン実はいるんだよね。隠れファン、ね、そうそう、なんかちょっと作ったようなセリフが出た。そうですね、トムちゃんは女優だからね、やっぱりセリフ前からね。ああ、そうかそうかそうか、じゃあ折れへんねんな。そういうことじゃない。そういうことじゃない。私はそこまで言ってない。ということは折れへんねんな。いやいや、そんなことない。あ、そうそう、で山崎さん、さっき役者さんもやってるって言ったじゃないですか、はい、で朗読会の、ね、代表もされてるんですよね。あ、はい、あ、すごい。朗読劇の会ご縁というGO、あと縁、ご縁の縁とか、縁石って書いて、うん、ご縁っていう会をねされてて、皆さん応援してあげてください、うん、本当に、はい、山崎さん告知は告知告知告知、はい、告知告知、告知はやっぱりあれですかね。はい、告知です、ね、あれです、はい、12月にやります。はい、12月のいつ、いつ、ここに書いてある。12月の9日。渋い声やな。火曜日。作ってる今、はい、作ってる、歌い終わったからその声、そう、あ、そっか、ガラガラになっちゃう。今演技してるのかと思っちゃった。いやいや、ちょっとガラガラに。ちょっと時間がないから言っちゃうよ。12月9日火曜日ですね。はい、リーディングミュージカル、はい、ご縁番、そうです、くるみ割り人形っていうのをやります。そうなんです。会場はですね、秋葉原のアトリエ、これね、アクト&ビー、アクト&ビーっていうところで、12月9日は2公演、はい、15時からと19時からの2公演を行いますね。とても楽しい、そうです、何仕上がってるね、仕上がってるって言って脚本書いたのは私です、はい、そしてですね、今回サリーさんが、はい、もう頑張って書きましたよ。もう 寝,、はい、寝ないでケーキがつきながら書きましたよ。ケーキ食べるんですね。ケーキがつきながら、それで音楽はなんとのび太先生にバッチリお願いすることになってますので、はい、先生お願いしますね。今日聞きました、27曲どうすんだよ。俺はでもできるかお前。そうなんです。ぜひそちらの方もお楽しみにしていただきたいと思います。山崎純一郎さんでした。ありがとうございました。CM で
はい、スマイルフェイズミュージックラボです。なんだか先生、あっという間にもうエンディング。本当に、あの今日みたいな 嵐のようなね、もうあっという間でしたけど。そう、でも来るとき嵐でもね、あの、うん、来るお客さんが来るときは、うん、もうすごいお天気になったからよかったね。うん、よかったよかった。それよりも何これ。これお茶。お茶、うん、あのお茶、お疲れ様のお茶。ああ、そうそう、お茶。じゃとりあえず お疲れ様です。はい、お疲れ様先生。はい、いただきます。頑張りましょう。はい、うん、うん、いやいやいや、いや本当に駆け足のよ番組もうね。そう、どうなるかと思ったけどね、今日は朝から。私もね、ここでたった数枚の原稿でね、エンディングの原稿今探してるのね。ちゃんと探すときいいな。そう、なんかどこに行っちゃったんだろうみたいな。もう作れ作れ作れ。そして、うん、あ、そうだからワンポイントね、うん、ボーカルレッスンのトモちゃん、そうそうそう、ナイスだったね。ナイスやね、あの微妙な音の弾き方、あれなかなかできへんよ。あれよね、ちゃんと番組考えてくれてるの。そうだよね、ナイス。やっぱりさすがやね、うん、プロは。そうで、ね、ワンポイントのボーカルレッスンのコーナーは、うん、やっぱりこれからもね、あのお客さんにね、やっぱり参加していただきたいんですよね。そうですね、いろいろあの、うん、そのちょっとテーマを考えながら、うんうんうん、あのやっていきたいと思います。そう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 、今日はもう腹式呼吸なんですけどね、うん、そううん、そうでしょ。それであとゲストで歌ってくださって山崎さんね、はい、うん、もう頭にきますよ、あんだけかっこいい歌われたら。えへへじゃなくて、もうカメラ映りもいいし、うん、歌もなんか表現力があってよかったでしょ。そうやね、うん、もう確信したもん、やっぱり男は顔ですね。うん、もう分かった、もうどんだけ上手な歌を歌って もう全然あかん、負けた、うん、もういいや、ちょっとこれからちょっと顔変えていこうかな先生が、うん、どうやってそれ以上、まず二重無理。なんでそうやって決めつけんの。やっぱりのびちゃん先生はこのままでいいと思いますよ。言うけど見せてあげようか。見せなくていい先生も、時間ないから見せなくていい。ほれほれほれ、二重なってるよ、二重よ、二重先生1回目から大サービスですね、うん、ねえ本当にもうちょっとした人になってくるけど、うん、ね、大変ですよ、もう本当に。ということでそろそろまとめなくちゃいけないんですけど、ああ、はい、第1回目のスマイルフェイスミュージックラブいかがでしたでしょうか ね、はい、ね、ぜひあの皆さん遊びに来ていただきたいと思いますね、はい、で来週はあの祝日の月曜日なので、はい、あのスカイツリーとかね、空町の遊びがてら、はい、こちらワロップのスタジオの方にも来ていただきたいなと思います ね、 そうですね、はい、来週は高校生バンドのザ・フラットの方が来てくださるということですよね。楽しみに、はい、ぜひ楽しみに、また来週。開始まで1分半ぐらい、うん、じゃあこの雰囲気をちょっと味わいつつ、じゃあもう歌っていいんじゃないですか先生。歌ってトムちゃん歌うと、うん、もうそれで10分ぐらいになっちゃうかな。なりますかね、うん、はい、じゃあ僕歌いましょうか、まず、うん、そうですね、うん、よし、じゃあ何歌おうか。なんたらかんたら喋ってる間に多分終わっちゃうと思いますけど、はい、2曲歌ったら。今日の放送は楽しかったですかね。なんかすっちゃかめっちゃかですよ、もうすごい、なんかね、100メートル走った感じ。お前あれ、全力疾走やったね。もう行ったぞみたいな。お結構早いね。もう途中から肩が凝ってきて、もうあかんね。お、やっぱり五十肩やわ、うん、ということで、五十肩の歌を歌います。五十肩の歌を聞かれるのは初めてですか。
池田さん、池田さんは歌いました。以前聞いてる。あ、そうですか。聞いてた。ありがとうございます。じゃあこれ、今のカウントはこれゼロになったらスタートですか、収録。これは一応回してるだけで、はいはい、もう一度から始まっても撮っててくれるってこと。あ、そうなんだ。じゃあ先生、はい、始めましょうかね、うん、もうここから入ってるって収録されてるってこと。あららら、いろんなこと言っちゃった。うん、すごい、いろんなこと言ってた。いろんなこと言っちゃった、あらま。じゃあ、五十肩の歌を聴いてください、はい。あ、ひょっとして池田さん、もうPA さんにそんなに振ってどうすんの。池田さん、ひょっとして池田さんにサービスする。そう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 、うん、今日はそうそうそう、やっぱりあのワロップの人に認められないと。そうね、やっぱり初回だからね。これから、うん、やっぱりちゃんとしとけばお茶菓子がピュッと出てくるかもしれんし。それはこっちが持ってくんだと思うんだ。そうか、あ、そうか、そうか。俺、大宮か、俺は本当に。はい、大宮って誰も分からない。分かんない。いや、やな、その、もうまあいいわ、うん、はい。歌って。飲み放題は命取りっていう曲を知ってますか。池田さん知ってる。やった。あ、じゃあそれ行きましょう。よかったこれはね、じゃあこれはいいと思います。どんだけ池田さん今日ゲストなの。はい、池田さんゲスト、池田さんゲスト、はい、顔見えないゲスト。ある時ですね、友達のリハーサルに付き合って、それで、うん、その後に、このお店に行ったためにその友達のところで泊まってしまって離婚騒動になったという曲を聴いてください。飲み放題は命取り。エコーかけてください。ここはどこ、僕は誰、昨日のリハーサル楽しい時間だったのに、あのシステムが僕を狂わせる。なんで2時間飲み放題で1500円なの。笑っていいんですよ。飲み放題は飲み放題。